きました。そして大きな岩が受け止めます。輝く未来か変わらぬ絶望か、西島陽介対マーク・ハント、史上空前の打撃戦のゴングが今鳴ります。レディーゴー。飛び込んでいった西島陽介のデビュー戦。マーク・ハント、まずはローキックです。世界の頂点を極めながら、日本では歴史から忘れられた存在になりました西島陽介。このプライドのリングで日本に帰ってきた。左のフック、これをバックステップでかわしました。右のフックに合わせ、そして膝蹴りはボディ。高田さん、はい、このサモアの怪人ハントのフックを2発見切りました。右のフック来た、膝蹴りました。膝蹴りました。怪人サイドね、膝ですね。パンチは、ね、当たってないですよ。パンチは全て受けている西島。これが世界チャンピオンのテクニック。ここはなんとか足が下がっていくように、マーク・ハントがグラウンドに持ってきました。これが一日の長です。マーク・ハントがサイドポジション、これは非常に有利なポジションです。吉田さん、ここまでの攻防どんなふうに見ましたか。はい、そうですね、なんか息が詰まりましたね。もうじっとねご覧になってましたが、あのパンチを対処するテクニックすごいですよね。僕だったら当たってってますからね。でもまあ西島君もまだ打撃がちょっと見れてないんで、そこら辺がちょっと見たいですよね。あのパンチに対して間を詰めるんではなくてテクニックでかわしていった。しかし今度はマウントポジション。サモアの怪人、このプライドでも今日が5戦目になります。非常に慣れた感じで上に乗ってきた。本当に重いですからね。そうですか、本当に重いです。吉田さんはしかしこのマーク・ハントに勝ってます。マーク・ハント対策というのはどんなところなんですか。いや、僕はもうグラウンド1本で行ったので、いかにねやっぱ打撃をしのいでテイクダウンしていくかっていう作戦が進んでましたので。ハントもデビュー戦の時でしたから。そうですね、グラウンドに持ち込めるテクニックのある吉田さんとは違います。全くあの戦うプランが違いますよね。今日のこの西島はまずは打撃という形で入っていきましたが、はい、高田さん、ちょっとこれ苦しい体勢です。そうですね、まあ、かといってそんなに激しくパウンドを打ってこないですよね。パウンド打つにもテクニックいきますからね。重いんですねこれ。入ってからオランダでも武者修行をしました西島陽介。今ロープを掴んだから食べてるんですね。ここはこれはあの西島にとってラッキーですよ。ドントムーブ、ドントムーブですね。ポジションがロープ際ということで、一応ロープ掴むことに注意を与えられました。相当注意が与えられました、はい、ロープを掴んでの攻撃は認められておりません。プライドです。右のパンチチョンサクでいきました。おっと、ブリッジでこれを抜けていった。やっぱ重いんですよね。非常に重さがあります。マーク・ハントが軽量で 132.5kg、 一方の西島は 95.5kg。 両者の体重差、外からです。右のパン、左のフック、右の膝、右のローマーク・ハント。手数が多いよねハントもね。左のフック、パンチだけではなくてキックも交えてきました。左のフックは空を切る。パンチ切ってますよ。左のジャブ、これも避けている、避けている、避けている、膝だけですね。この膝はなんとか当ててきますが、マーク・ハント、パンチに関しては西島しっかり見えてますね。素晴らしいテクニック、左のジャブ、ここからはボクシングで打ち合おうと言わんばかり右のフック合わせていきました。マーク・ハントもカウンターの右を狙っていきました。西島選手初めてこのグローブで人を 100% で殴りますからね。そうですよね、これ非常に薄いグローブ、小さなグローブ、ガードします。ボクシング時代は10オンスのグローブをはめていましたが、これはあのオープンフィンガーグローブといいまして、指が出ている形、こんなので打っていいのか、そんな思いもあったそうです。ハント前に出る、圧力をかけていく、このロープを背負うのは嫌なんだというふうに西島は話していました。試合前です。ステップワークでこなしていった。ボディ、右のフック、左のフック合わせてきたのはサモアの怪人マーク・ハント。
ンチを固めてくるか。今日がデビュー戦です。元世界チャンピオンの西島陽介、しかしこれは力がありません。何かハントもパンチでという感じでしょうか。左これは効いた。危ないでしょこれ。上になってピッチが来てくる。痛からパンチ。これもらって取られますからね。ハントが上になっている。距離は十分。あっという間の5分間。体勢で踏みつけてくる。西島は立ちたい。単身ボクサーとして戦ってきました。日本に戻ってきてもボクシングのリングには上がれない。中に入ってコンビネーションを連打したいですよね。反発ですから。左のジャブ、おーっとこのジャブでちょっとぐらついた。ハントのジャブ、カメオカラダンから左そして右一気にいきますからね。側頭部そしてハイキック、ハイキックに合わせていったのはマークハント。よくない。さあバックマウントになるか。サイドポジションマークアント、本気で K1 とプライドの両方の制覇を狙ってきた今年2006年。ここから1本腕を取りくることはないと思うので、重さとパンチを耐えればですね、対処できると思うんですよ。ただ腕を取って決めてやろうか、そんな話もしていました試合前のマークハントです。あの ANM と練習してますからね。長坂さん、はい、セコンドは決めろと言ってますね。あ、そうですか。練習してきた決め技を持ってくるのか。腕取ってきましたね。腕を今取っている。しかし再びサイドポジション。このハントは今年2006年にヒョードルの首を狙って目標は一つそこに絞っています。今年5月5日から始まりますプライド無差別級グランプリ、ここへの出場を狙って、さあ腕を取るのか。取るような素振りは吉田さん見せてますよね。膝来てますね。ここは膝で膝蹴りで決めようというところでしょうか。残りは3分第1ラウンド、しのげるか。腕を封じられた西島、ブリッジして返そうと思うんですよ。そして腕を取った。なんとかしのいでいる。下になっている西島陽介、腕を取ってアームロック。ここが裏側に入ると危ないが、顔面への膝です。このポジションからでも顔面へ膝蹴りがあります。あ、膝蹴り、ここは膝蹴りが入る体勢です。連打を食らった時点でおそらく試合は止まるでしょう。まさか10時9時で狙ってなかった。ここからでもステップオーバーすると10時ですよね。腕十字に行くんでしょうか。何でもできるぞという進化の度合いをマークハントは見せようというのか。ちょっと意識を散らしておいて、これアームロックですか。10時、10時じゃないですか。腕を取っている、習ってきたことをここで試したいのか、それともパンチ、10時だ。腕十字を狙ってくる。あそこから西島の首の血筋のあたりにこう足をかけて背中をマークハントがつけに行くと腕十字、小さなパンチです。コツコツと当ててくるマークハント、パンチに気持ちを集中させてというところ、踏みつけ、なんと132キロが乗ってきた。西島です。またスタンディング。さあ残りは1分15、パンチに全てをかける。初めて見に来た2人の子供、マークハントの引き出しが多いですよね。その子供の前で父親として戦っている姿を見せている。マークハントはあとはどう料理しようか、そんな時間帯になってきているんでしょうか。残り1分を切りました。第1ラウンド、下なめずりをするようにマークハントが徐々に徐々に前を攻めてくる。左のキック、西島の左は空を切った。左のジャブ、左のボディ、西島、かつて世界のボクシング界を制したこのテクニックで
西島、しかしボディ、はい、ボディに対してはマークハンド全くノーガードですね。こんな感じでしょうか。あ、やるなというような表情を見せました西島。ノーガードでくる、スネーバックだった。すごいスネーバック、足を止めた。残り15秒、打ち合いの差、右の企画を受ける左バック、西島スネーバック。残り5秒、第1ラウンド最後は身を寄せるようにボールを決めました。素晴らしい。史上空前の打撃戦見せたのは西島。すごいな、ビードあるしね、はい、歴史から消え去っていたわけではありません。自らその時代をまた引き寄せるか。これから5分間の第2ラウンド、負けず世界ボクシングチャンピオンの戦いは第2ラウンド、激しい打撃戦。そしてマークハントはグラウンドの攻防も見せました。ハント選手がロー打ってきました、ね、右のロー、今日2発目でしょうか。まだマークハント右のロー、あ、ボディを狙ってきました西島です。ジャブというよりストレート、顔面を捉えたステップを使ってきます西島。この10分間の第1ラウンドで西島は何かを掴んだか。マークハントは自分の戦いをするだけ。スピードしてないですよ。ハントにはパンチとそしてキック、膝があります。徐々にプレッシャー、左のジャブ、これを見切っています西島。バックステップでかわしています。そしてポンポンポンと跳ねている、はい、西島サイドは相当あの第1ラウンド終盤の殴り合いで手応えを感じたようで、倒せるというふうに励ましながらね、あのラウンドいったばかりの時間を過ごしました。なんとか潜り込みたいということです。接近戦がいい、ボディからのパワー、すごい打ち合いだね。これマークハントもパンチで避けました、全く目が離せないこの打撃戦。これ見てる方ももっと打ってくれ、そんな拍手が今沸き起こっている。ロープローです。下腹部にマークハントのキックが入ってしまいました。一旦時計が止まっています。回復を待ちます。すごい打ち合いですね。打ち合った時のあのこの満員の埼玉スーパーアリーナの拍手がね、先頭を切るあたり、はい、やっぱり見たいんですね、みんなね、試合再開です。30秒残り時間、第2ラウンド飛び込んできた。このプレッシャーは嫌だというふうに話していました西島。フックを合わせてきたのはマークハント、ボディ西島、左のフックをかいくぐって中に入る。下上げ、下上げですね。大技か、右のフック打ってきた、左のフックを受ける。西島のパンチは的確に捉える。当たり出してきました。リズムが来てるんですよ。足でこうステップを切るようになってからリズムが出てきました西島陽介。左右の服、一発一発の重さがある。右のローにつなげてきましたマークハント。右ストレート、右のパイザーマークハントのロー、あんまり回らないよ。右の服、西島がノーガードだ。赤コーナーサイド、あーっと膝をついた。そこにパンチが来る、膝が来る、キッチが来る。マークハントが押しつぶしに来ます。赤コーナーサイド、耳も叩いているようにも見えます。マークハント初めて元世界チャンピオンの拳を受けています。マークハントやるなという気持ちなんでしょうか、それとも自分のペースでいける、そんな気持ちなんでしょうか。マークハントです。何度も言いますけど30キロ以上差がありますからね、体重が37キロ、7キロ、約40キロですね。左のジャブの応酬です。左、ただ西島は一発でも確実に顎の先端を捉えたらマークハントといえでも絶対に倒れる、そう話していました。ミドル級以上のパンチがあればヘビー級のボクサーは倒れるそうです。これがボクシングの世界の定説だそうです、うん、その一発が顎を捉えることができるか。左のジャブ2発はマークハント、もう一発さらにジャブを飛ばしてきますマークハント。西島がしっかりと相手を見据えた。残り1分25を切りました。第2ラウンド、右、右、左のフック、ボディも狙っている。左のフック、
ですよ。左を3発払ってきました西島。ちょっとしかし間合いが詰めすぎです。これは詰めすぎられています。左から右ワンツースリーときた。マーカント左フック西島左だ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 先決にまみれている西島陽介。夢を求めてこの舞台を踏んだ西島陽介。この腰がぶっときたら止めないんでしょうね。ちょっと気合いが頑張りもらいすぎます。意識が朦朧とする中でしかしダウンはしていない、そう言い張りながら西島陽介は青コーナーに帰ります。西島陽介ドクターの OK 出たのかな。そうですね、止められるような素振りはありません。ちょっと心配ですね。セブダーセブダーセブダー悲運のボクシング世界王者、流れ流れてたどり着いたプライドのリングに待っていたのは K-1 元王者マークハント。止める準備はしてるでしょう。最後の5分間です。西島陽介のデビュー戦、相手は K-1 王者マークハント。今年ストイックなまでに体を鍛え上げてきているマークハントです。のしのしと前に出る左のジャブ3発、右のストレート、マークハント。マークハントの心意気、倒れるまでハントはおそらくこれ続けるかもしれません。葬るならばこの拳で、そんな風にハントも西島の拳に応えるかもしれない。長坂さん、はい、セコンドの指示を全然ハントは聞かなくなったんですよ。セコンドがもうお前の好きなようにやってこい、そう言って送り出しました。そうですか、中田さん、はい、そういう気持ち、ハントはやっぱり西島に何かこうシンパシーを感じてますかね。長坂さん、そういう部分もあるでしょうね、はい、ドクターの見解ですが、まだ意識はあるので試合を続けさせることはできるだろうということですが、もう一回ラッシュがあったら止めざるを得ないということです。顔面も腫れ始めました西島陽介。あろう蹴られても前に出る西島。92年にアメリカでボクシングプロデビューを果たしました西島。その後東洋太平洋の頂点、そして世界 WBF のクルーザー級の頂点にも立ちました。しかし日本のライセンスを発表されて、右のストレートで耐えきれずに西島立ったこと、一人きりの戦いが続いたこと、そして日本で新たな戦いの場を見つけたこと、全てが今脳裏をかすめているかもしれません。皆様、両選手に今一度、今一度盛大な拍手をお願いします。可能性感じましたね。素晴らしいパンチを披露しました。元ボクシング世界王者西島陽介のプライドデビュー戦はマークハントの前に散りました。勝ったのは K-1 を制した男マークハント。プライドと K-1 両方を制した男はまだ勝っていません。最後は西島の気持ちに応えるかのようにパンチパンチ
立ちました、マークハントです。もう会場のお客さんもね、もう西島いいよと、よくやったと、そういう敗北ですよね。そんな感じですよね。されゆく顔面、そしてまぶたは、右のまぶたはどんどんと下がってきている中で、この K-1 元王者のマークハントの前に立ち向かいました西島陽介。このファイト、この心意気は必ず次につながります。西島陽介のプライドデビュー戦は敗れましたが、マークハントの夢は5月5日へとつながっていきます。マークハント、西島陽介から見事ノックアウト。